ろしくお願いします。それではよろしくお願いします。では一つ目にしたいと思います。まず一つ、東大を目指した理由は何ですか？質問が結構プライベートなやつなので、個人個人違うと思うんですけども、まあ大まかに言うと、小さい頃から防衛大学を志して入った人から、大学受験で、残る選択肢が防衛大学校しかなかったという学生まで様々です。で、ここにいる4人については、で私は、中学校頃から、大台に向けて勉強して、ここまで来ました。そうですね、私は4学年なんですけど、24歳で、2浪して東大に入りました。まあ、特に東大目指してたわけではないんですけども、まあ、結果的に入ってよかったなって思うことがたくさんあるので、今はとても幸せです。私も指原学生同様、2浪しておりまして、東大を目指したわけではないんですけども、指原学生同様、入ってから、学校いい、ところだなっていうふうに思えるところがたくさんあったので、まあ、結果オーライではないかなと思います。私は現役で入ったんですけれども、問題に志している理由としては、パイロットになって、まあ、日本空を守りたいなと思ったからです。以上です。はい、一般の大学と同じように、理系、文系、それぞれ学部がありまして、文系については3学科、理系については11学科に分かれております。でここにいる学生に関しては理系が3名と文系が1名ということで、文系の学科数が少ないことから分かりますように、文系の学生はとても非常に少ないです。で入試の倍率等にもそれが現れている。4名の学科を紹介いたします。私につきましては文系で入学しておりまして、公共政策学科という学科にて、法律学、経営学、経済学、一般大学において経営経済法学系の、学部に相当する学科に所属しております。で私に関しては、法律学を専攻しておりまして、3年次よりその法学系の専攻を始めております。私は理工学部の地球海洋学科っていうところに所属してるんですけども、主に地球の大気や海洋の海流などについて調べる学科ですね。まあ、3年生の実験では船に乗って海の底の、海流の海流速度とか調べる学部です。まあ、私は卒研で人工降雨について研究しております。私は航空宇宙工学科という学科におりまして、主に航空機ロケットについてやっております。私の専攻につきましては航空機のシステムの設計の勉強しております。私は通信工学科という学科に所属しておりまして、卒業研究では自衛隊に役立つことといえば、ステルス戦闘機に電波が当たったときに、どのような飛び方をするかなどを研究しており、普通だったらアンテナから電波出したら同じ方返ってくるんですけど、ステルス戦闘機は返ってこないんで、どの位置にアンテナを置いたらステルス戦闘機は探知できるかとか、そういう研究をしております。防災ならではのものから、状態に関しましては
遠くから見てる分にはモテるそうです。近くで見るとなんか違うなっていうのがよくあったりします。で、そうですね、防大生が結構街中歩いてるのを見かける方も多いと思うんですけど、あの制服がかっこいいっていう方、言ってくださる方は結構いらっしゃいますね。例えば、ここの4人の中で今の制服って中央にブラブラしてる学生がよく見ると思うんですけども、まあ、遠くであるとあの東京の方に行ったりしてる学生もいますし、あとは、まあ、横浜近辺が多いですね。休日はもう交友会一筋っていう学生もたくさんいるので、あの自分に厳しい学生が毎日休日は自分を追い込んでます。なんですけど、学食が美味しいですか？防衛の学校は、学生およそ2000名いるんですけども、それを一堂に会して食事をするために作っているので、まあ、味の方はご想像にお任せすると言いますか。そうですね、ご想像にお任せします。なんか自衛隊のイメージがあって、あの、はい、カレーを決まった曜日に食べるとかそういうのがあったりする、はい。防衛大学校では月曜のお昼に 毎週カレーを食べています。決まってるんですか？はい、体脂肪率はどのくらいですか？この質問に関しましては、あのドラムタイトルの指原学生がものすごくあの参考になる答えを用意しているので、ぜひ答えていただきます。そうですね、私はあの1学年で入校した当時は、まあ、二郎星だということで、あの今より10キロ多かったで、やっぱ前世で、まあ、自衛隊的な、まあ、運動的なものがあるんで、まあ、体力練習をたくさんしました。結果、まあ、自分で何とかしようっていうのもあるんですけど、まあ、10キロを痩せることができるので、まあ、基本的に防大に来たら、それくらいは痩せるっていう。体脂肪率は今